メンバーチョイス。というわけで、今朝は研究所の切り込み隊長、レッドでございます。はい、このレッドはですね、メンバーチョイスということで、選んだ、トップ3、レッドセレクションというのを、皆さんにね、紹介したいなと思います。それでは、早速第3位、こちらです。100回記念のダジャレを絞り出そう。ねえ、これはですね、僕と、ゆるキャラのOK 君に確執が生まれた回だったわけですね。何を言っても OK を出してくれない。こんなにも OK を言わない OK 君を俺初めて見たのっていうね、回だったわけですよ。で、何よりもこんなにも俺ダジャレができねえのかなっていうね、自分の限界を見てしまった悲しい回だもあったわけですよ。なんかね、ダジャレを作ろうとするとどうしてもね、うまいことになってしまうっていうね、なんか趣旨が変わってくるって俺だけ。まあなんかかなり厳しい、難しい回だったんですけども、何度か100個ね、みんなで力を合わせて、ダジャレを作って、自分の限界を知ってしまったという回、これが僕の第3位です。はい、さあ、そして第2位でございます。第2位はこちら、第55回機械対人間。そんなタイトルだったかな。そうなんです。え、そうだっけ。確かね、このタイトルだったはずなんですよ。これはですね、僕の新しい可能性を知った、逆にね、可能性を知ったという回でありまして、これホイッパーね、料理のホイッパーの先っちょにチュパチャップスをつけて、口に入れて舐める。で、対して僕が、生身でこうやって舐めて、勝負をして、どっちが早くチュパチャップスを舐め切るかっていうね、ことを人間対機械ということをやったわけですから、まあ最初ね、この企画を通した時は、まあ人間の機械やりました、やっぱ機械が勝ちました、わあ人間かなねえな、機械すごいなっていう、コンセプトのもと作ったところ、勝ってしまったという私がね、人間が勝ってしまった。見たらね、実際全部見たらね、多分伝わると思うけどね、現場大爆笑でした。何なんだこの会話ということで、まあこれでね、僕の唾液の強さ、どんだけだっていうね、自分の可能性を一つ向こう側に行ったというね、会でございます。さあ、そして第1位でございます。第1位はこちら、第32回マシュマロシーズン3。というわけで、僕マシュマロはシリーズもんで、まあ第5回ですか6回ですか、なんかねやってるわけですけど、その中でも一番お気に入りがねシーズン3ですよ。何がねいい3番シーズン3すごいかってね、マシュマロがねあんなに重いっていうのを初めて知ったっていう。でよく野球とかでダルビッシュとかが投げた時、ボールが重いね、打てないねとか言うでしょ。マシュマロが重いって半端ないからね。壁にマシュマロが当たった瞬間にボフッ、あんな音をするマシュマロ初めてですよ。ね、あれをね、顔面で受けるという。で、まさかのマシュマロで怪我をするっていうね、まさかの回。ね、ぜひぜひこれね、全編通して見てほしい。マシュマロシリーズは。いろいろやってますんで。で、その中で私が顔面で受けたシーズン3、マシュマロの重さを知ったというね、このシーズン3マシュマロ、これが第1位でございます。マシュマロのローはひらがななんですけどね。そうです。それだとなんか外人みたいな。ナンバー3マシュマロ。マシュマロの動詞。というわけでこれ、以上この3つやですね、レッドが選んだ、ベスト3という、皆さんもう一回ね見直してみてください。必ず面白いねところ見つかります。はい、というわけで、これからも、ケセバ研究所よろしくお願いします。ケセも研究所って本当にいいもんですね。それではケセ、バイバイ、バイバイ。